今日はね、地震が起きたりとか、すっごい雨が降ったりしたら、停電するでしょ、電気がつかんくなるんよ、そしたら、どうなる？テレビ見れるかな？見れん。見れんよね。テレビも見れんし、だけど今は雷も怖いし、だけど今は ね、見れるよ。テレビも見れんし、あとお料理もできんのよ。なんで？お家はね、電気でお料理するから。なんで？電気がないとお料理ができんから、今日はそれのね、練習をしようと思いますよ。じゃあ僕はそのヘッドライトを使ってやるんだね。今日はね、いろいろ用意したよ。まずはライトね、ライトと、バッテリーね、それとこれがガスのライト。僕のもね、後であげるから。はい、これこれはあのね、シャンプー、後でシャンプーしようね。あとはこっち側に食べ物をいろいろ用意しました。はい、これです。まずはね、これを開けていこうかな。はいはい、はい、これがカセットコンロね。最初電気を消しておいて。あ、それ後でやってあげるから。いいかな。これだけじゃ暗いから、こっちもつけましょう。めっちゃ明るい。いいな。ヘッドライト明るい。はい、明るい。じゃあこれをこうやって置いとくよ。わあ、びっくりした。わあ、びっくり。これいつもキャンプで使うけど知っとるよね、みんな。はいはい、うん。何、うん、これ、何で仕掛けるの、これ。何で仕掛けるの。これはちょっと後でね、お料理するから。何、うん、でこれするの。ご飯食べたいでしょ。お腹空いたなってきた。お腹空いた。お腹空いてきた。うん。これフライパン。お鍋ね。これフライパンね。お鍋ね。おとば。お鍋ね。おとべ。お鍋。大丈夫。鍋。鍋。お鍋。大丈夫。おばあめ。鍋。やべ。鍋。やべし。やべ。鍋。鍋ね。鍋。当たったら熱いけどね。これ当たったら熱いけど気をつけてね。これはこっち側に置いとこうね、危ないけんね。じゃあまずはお水を沸かそうね。はい、うん、待っときます。うん、そこは熱ない。そうじゃね、アクスか、アクス。危ない。おー、取れた、だった。ソーセージみたいなやつよ。豚さんのお肉。あ、まさかそれは豚さんのお肉。とんかつ。うん、豚100% ポークって書いてある。お肉、なんかちょっとね。よし、これで焼きます。シューマイのたりしたシューマイ。分かった、ちょっと待って。ちょっと待ってね。まずは、まずはこれをね、焼きましょう。はい、焼きましょう。甘そうね。意外と早くお湯が沸きそうよ。あ、ほんまじゃ。火力が強いね。熱っ。大丈夫。大丈夫。大丈夫。飛んだね、今。だいぶ飛んだね。くるくるくる。みんなこれ食べるよね。うん、食べるよ。うん、なんか食べてみよう。お兄ちゃん、これとんかつのお肉？とんかつのお肉みたいだね。豚肉って書いてあったっけ。いや、僕じゃ。そう。結構これ、危ね、油が。これ自体も油が多いんかもね、もしかしたら。油少なめでいいんかも。油少なめで良さそうだね。食べたことない。10番でー、美味しそう。じゃあこれもひっくり返してみますよ。熱いから、シュワイ。美味しそう。美味しそう。ねえ。もうちょっと焦げ目ついてもいいかもね。そうだね。熱いから。じゃあこれで、今度はご飯のご紹介しようかな。はい、砂糖のご飯。砂糖のご飯ね。最初は、砂糖のご飯。はい、白米ね。白米ね。白米ね。で、次。あ、まるちゃん大きくなった。大きくなったね。次は、まるちゃんの五目ピラフ。で、次が、またまるちゃんのドライカレー。またまるちゃんのかしわ飯。次がまるちゃんのチキンライス。で、これは全部
お湯でできるやつね。お湯で作れますよ。湯煎でね。うん。こっち。ということで、この中に入れようか。どう入れるかだけど、まあ、適当でいいかなと。うんうんうん。全部なんかな。ここでいいぜ、水。ここでいいよ、パパ。気をつけようね。こぼれるのにね。こぼれようにです。5個あります。気をつけてね。あ、お湯が温かもしれないけどね。座っといて。座っといて。気をつけてね。暑いから、うん、これでいいかな、うん、じゃあこれで15分、うん、15分置いてみようかな。まあしばらくね。もうびっくりしちゃう。俺なった7時20分ぐらいだね。はいはい。今度はこのねスパムができたから、うん、これを、うん、大丈夫かな。別にお皿見なきゃよかったね。お皿入れてください。おい、すごい。みんなの箸とお皿取ってくる。よしできた。ちょっと取ってくる。ももちゃん、これがいいな。かっちゃん、これがいいな。これがここでいいな。ペンチがないけど。ももちゃんですよ。ももちゃん、これがいい。おならが出た。ももちゃんでそう。ねえ、バレとるよ。ももちゃんでそう。じゃあ、食べた。いいよいいよ、食べた。いただきます。ちなみに今日のライトは全部基本的に100均じゃね。やっぱりそうだね。すごい。やっぱり2つのライトも100均、うん、これも USB 充電のやつでこのバッテリーにつながっとるね、うん、で、今子供たちが持っとるのも100均のライト。ありがとうシーマ。シーマ、ありがとうシーマ。あ、母ちゃんシーマじゃないんだけどね。ママシーマだそう。違う。ミニちゃんはおかわりがいるんかな、これ。やる。やっぱいらんくなった。うん、ご飯だけいきます。ご飯いきます。もう一個あげる。でも、暑くてももし仮にね、災害が起こったらこういうのは食べれるだけありがたいよね。うん、本当よ。食べれんかもしれんけどね。だけやっぱ備蓄しとかないけどね、こういうのは。そうじゃね。一応このカニ雑炊とこの卵雑炊、卵がゆ、この卵がゆが温めなくても食べれるやつです。このまんま冷たくても食べれると。ご飯食べる。ちょっと待ってね、もうちょっとだけね。スープいる人。はーい。3人じゃね。このお水がもったいないので、このお湯はスープにします。いいね。はい、はい。これ僕ちゃん、熱いかも。熱いけどね。熱いかも。あ、下げとる。あ、切るか。熱い。これなんで薄いですか。これ寝そうでね。分かった、きれい。飲んでる。うん、もうちょっと混ぜたら、よいしょよいしょ。はい、ご飯を分けますよ、うん、どのご飯がいいかな、みんな。これが白いご飯。これ白いご飯がいい。白いご飯がいい。白い。じゃあキャラメルちゃんはどんなご飯がいいかな。チキンライスがいいって言ってね。チキンライスがいい。もーちゃん、キャラメルちゃんこれがいい。これ食べてもいい。キャラメルちゃんはこの柏飯、醤油ご飯みたいなやつかな。醤油ご飯です。もーちゃん、もーちゃんも白いご飯もらう。そうだ、あと缶詰でうずらの卵を買った。うずらの卵いる。うん、いる。中で食べていい。うん、はい、どうぞ。あ、これもんじゃない。うずらの卵も栄養があるから。はい、ありがとう、お姉ちゃん。うん、卵ちゃん大好き。からくり食べたことないけど。飛ばして。はい、これがチキンライス。オムライスの中身みたいなやつかな。結構食べる。オムライス、オムライスです。食べてみていい。どうかかってるの。終わったら代わり行ったらいい。カレーのいい匂いがする。うん、
った、うん、あ、よかったね。本庄市地区から。今度何？まずチキンライスから一口いってみよう。ロリューさん、どう？うん、美味しい。まあ、美味しいよ。どれが一番美味しかった？カレー。やっぱりそうよ。あの、もし自分が災害になったとしても、この3つがあったとして、なんかカレー食べたいなと思ったりするときって結構あるじゃん。わかるわかる。なんかこれが一番食べたなって感じになりそうよ。なんか後のことさ、うん、レトルト感の味がある。わかるわかる。プラスチックの味が染みついたような、うん、なんとなくね。なんかカレーだとちょっとごまかされる感じがする。なんかカレーの香りっていうかあれが強いもんね。うん、ちょっと辛みもあるし、味が濃いとそういうのがちょっとごまかされる。うん、なんか多分ドライカレー、チキンライス、五目ピラフの順番な気がする。ごめんね。味が濃い順よね。なんかそんな感じがする。わかるわかる。まあスマホと一緒だったら何でも美味しいけどね。うん、そうだね。うん。美味しいもん。ちょっとカレー食べたか。こっち。そんな辛くなかったよ。辛くないよね。普通のカレー。うん。本当？普通のカレーしとる。ポテポテも美味しいね。ポテポテも。普通のカレー。まだ私。おしゃべり。うん、まだでしょ。ポテポテも。そう、スープを買うときに、味噌汁と卵スープとコーンスープで悩んだじゃん。うん、で、コーンスープが一番カロリーが高かったよ。こういう時は多分カロリーが高い方がええと思うよね。うん、そうだね。ごめん、ありがとう。うん、これ美味しくなかった。美味しくなかったこれもある。カニご飯、カニ雑炊。あれを食べたいって言ったね。うん、食べたい。カニ雑炊食べてみる。うん、じゃあ次だけようか。あ、冷たくてもいい。うん、卵ちゃん、うん、卵ちゃん全部食べた。すごい。ここで取ってもよかった。うん、よかった。はい、カニ雑炊。これそのまま食べれるってのがいいよね。ほんとね。ごちそうさま。うん、よう飲んだ。今度はクッキーになります。クッキー。今度はこれね、カンパン。カンパンクッキー。カンパンクッキー。乾杯。じゃあこれを一緒に食べてみようか。はい、やったー、やったで成功。うん、やったね。はい、じゃあね、三つあげる。三つずつ、みんな三つずつ。三つずつね。ね、三つ、三つとかね、やりやすいから。三つね。クッキー。じゃあ父さんも三つ食べてみよう。クッキーまだある。クッキー僕もいる。普通、うん、カレー食べ過ぎてない。今で6個目わー、びっくりした。それでおしまいにしとこうか。うん、いい音。いい音がしたね。父ちゃんもやってみて。これもう父ちゃんは食べたけいいよ。うん。オッケー。次はね、一つはこれ。なんで？パイナップルと桃。で、もう一つは僕持ってきて。ジュジュ。みかん。みかんの実。ね、こういう時はね、甘いものも多分食べたくなるから、うん、じゃこういうのも買っとった方がいいからね。うん、じゃあ開けてもいいかい？うん。開けてあげよう。シャッククック。じゃあこれは僕とミニーちゃんで一緒に食べる？シャラ。ミニーちゃんはみかん。はい、これ二人で分けてよ。いい、これ食べて。うん、そしたら分けようか。ちょっと待って。キャラメルちゃん。食べよう、食べよう。これがついてる、見て。うわぁ、なんだこれ。ぽよぽよぽよ。フォークがついてる。よいしょ。あ、よいしょ。これちょっと、ちょっと待って。ちょっと分けさせて。よいしょ。ありがとう。美味しいよ。
いや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 、いいいいいい、はい、みんなこれを食べ終わったらね、今度はね、これがあるから。シャンプー？シャンプー、ミス占いシャンプー。やったー、やったー、僕やりたい、これ。僕これやりたいね。みんな食べた？おうちゃん食べた、食べた。わ、これしたい、これ。じゃあこれしようか。お風呂に入れん時があるでしょう。うんうん、お風呂に入れん時にこれを使うんだけど。じゃあどう流そう。これはね、タオルで拭いたらいいんだって。タオル？うん、なんで？父ちゃんもね、これ使ったことないんよ、まだ。じゃあ一回試してみようか。ねえ、いきますよ。最初これをこれぐらいつけて。え、本当にこれなんか三軒の水のいらないシャンプーってこんなもん？ねえ、使ったことないよね。あ、なるほどね。どうした？このただの液体なんじゃね。ただの液体で。だけどこれはちゃんと泡じゃん。こうやってちゃんと洗えるの。ゴシゴシするだけってことか。だけどそうじゃん、これはちゃんと臭くはならんのよね。臭くならんの、いい匂いになるよ。こうやってゴシゴシいろんなところをやって気持ちいいですか？うん、うん、いいね。なんか匂いがする、ぶち匂いがする。いい匂いがする、うん、よし、終わったよ。これで最後はタオルかなんかで拭くってこと。次はお猫でーす。よし、できました。やった、できた。どう、かえちゃんの近い。最後の準備。どう、かえちゃんの近い。最後の準備は、よし、次はキャラメルちゃんです。次はキャラメルちゃんです。おららがぶっと臭くない。臭くない。あはははは、ボリ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 は、よくやらなきゃいけないね。ボリボリは、すいません。ブルブルだし、だしよ。気持ちいいですか？うん、結構これがあるかないかで、あの女の人とかは特に困ったっていう話も聞くしね。あ、そうなん。シャンプーできんじゃん。はいはいはい、よし、終わったよ。こっちおいで。なんだなんだなんで。俯瞰とね、綺麗にならんけ。来てごらん。私来るの？ん？バイキンが来るけね。バイキンが来るからね。ちょっと耳がない。耳がない？耳がかゆい。あ、かゆいってことか。ほら、出てた、僕。よしよし。ねえ、乗せるよ。できた。Thank you.